スピリッツドアラチャンネル。好天に恵まれました甲子園球場です。セリーグ公式戦阪神タイガース対中日ドラゴンズの10回戦です。解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。里崎さん、まもなく試合が始まるわけですが、序盤に大事なことって何でしょうか。まあやっぱり先制点でしょうね。どちらが先に主導権を握れるのか非常に重要になってきますよね。どちらのチームが先に点を取るんでしょうか。まずはタイガースの先発西が甲子園のマウンドに上がります。さあドラゴンズ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。里崎さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか、ここ注目ですよね。まあそうですね、どちらが先に流れをつかめるかですよね。はい、先に流れをつかむか、このあたり見ていきたいと思います。初球は何から入ってくるか。空振り。膝元インコース、ノーボールツーストライク。これは低いところに持ってきました。次が4球目。低めは外れました。空振り三振、ワンアウトです。バッターは2番に入っているレオ。ここのところ当たりが出ていません。まずは先頭バッターを三振に仕留めています。マウンド上西、そしてキャッチャーは梅野。このバッテリーをドラゴンズ打線がどう攻略していくか。初球空振りです。内へ低めに変化しました。3球目外れました。直球で決めました。ツーボールツーストライクです。平行カウント打ちました。いい当たりだ。ライトに強い打球、伸びていく。どうだどうだ。バッターランナーは二塁到達。ワンアウトランナー二塁となりました。さあそしてバッターボックスには石川が入っています。さあ先制のランナーを得点圏に背負います。まあ先制がかかってますし、ここはしっかりアウトを取りたいですよね。なるほど、そうですね。見送ってまずはストライクです。バッターボックスの石川、今シーズン打った。この当たりはどうか。右中間を深々と破るヒットになりました。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。ドラゴンズ1点を先制しました。右中間へのタイムリーヒット、1対0。タイガースなおもピンチです。
ここは抑えておきたかったんですが、タイムリーを打たれてしまいました。まあもう少し慎重に行きたかったですね。立ち上がりを攻められて先制点を奪われました。バッターボックスには4番ビシエド。タイガースこの回1点を失っています。さあ先制点を奪われてなおも得点圏にランナーを背負った場面。相手打線が勢いづいてきてるんで、これ以上乗せないように食い止めないといけませんね。そうですね、ここで切っておきたいところ。まあここはボールになることを恐れずに厳しいところに投げたい。打ちました。弾き返した打球はライトへ。セカンドランナースタートを切る。ランナー進めてきましたね。さあこの場面で打席には5番の高橋が入っています。初球打ち、木浪が抑えて3アウトチェンジです。しかしこの回ドラゴンズ先に点を取りました。1対0ドラゴンズ先制です。1回の裏タイガースの攻撃です。タイガースはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますドラゴンズはご覧のような守備陣です。ドラゴンズマウンドに上がるのは先発の大野。さあタイガース打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。バッターは木浪。昨日のゲームは猛打賞を記録しています。当たってましたよね。さあこの調子を維持していけるか。先頭バッターとしての仕事をしたいところ。初球ボール、速いボール、膝元決まってストライク。打ちました。この打球は落ちるか、どうだ。ライトが取りました。バッターは2番に入っている近本。昨日のゲームでは無安打に終わっています。大野、まずは先頭バッターを打ち取っています。アウトコース見送っています。スライダーが決まります。これが3球目。外のスライダー、ワンボールツーストライクと追い込んでいます。ここは釣り玉は振らないように注意したいですね。なるほど、そうですか。ここはストライクはもちろん、際どいボールも手を打ちました。サードゴロです。サード取った、アウト。際どいタイミングでしたが一塁アウトです。クリーンアップが登場します。バッター中谷、昨日のゲームでマルチアンダーを記録しています。ツーアウトランナーありません。初球ボール、さあ2球目は何か。角度のあるクロスワイヤーでしたよね。はい、高めストレート、空振りでストライク。146キロ。これはどうか、このフライはどうだ、落ちるか。最後はレフトフライ、掴んで3アウトです。反撃したいタイガースでしたが、ここは三者凡退に終わっています。1回終わって1対0、1点リードはドラゴンズです。2回表に入ります。ドラゴンズの攻撃、打順は6番阿部。
昨日のゲームでは無安打に終わっています。さてタイガースの先発は西、今日が8試合目の登板です。前回の登板は7回3分の1を投げて自責点3、勝ち投手になっています。インサイド変化球決まっています。この球は外れています。次のボールは甘くなったら手を出してくるでしょうね。はい、インハイ外れています。ここはバッターの狙っているボールを読めるかどうかですね。なるほど、さあどう来るか。打ちました、ワンバウンドヒットになりました。これが今シーズン50本目のヒット。ノーアウトランナー1塁です。高めの変化球から入りました。ここはゴロを打たせたいですよね。うん、そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。送ります、取りました、一塁送球します。タイガースピンチになりました。ノーアウトランナー二塁一塁、バッターボックス加藤。タイガース連打でランナーを増やしています。ちょっと連打を浴びてるんでね、ここは踏ん張りどころですね。はい、さあここをしのぎ切れるでしょうか。さあ点差は離されたくない。ライト方向を流しました、打球はライトへ、ライト掴んでワンアウト。さあ打席には先発の大野が入ります。さあ追加点のランナーを置いた場面です。さあまず1球目バントしました、ピッチャーが取る、アウト。ここは三塁をフォースアウトにしました。一塁はセーフ、ゲッツーは取れません。こういった形で攻撃の流れを切っていきたいですよね。まあただチャンスに強いバッターが相手ですからね、初球の入りは気をつけた方がいいでしょうね。その警戒すべき大島がバッターボックスです。バッターの大島、今シーズンの得点、インサイド落ちました。さあどうだ、サンズが掴んで3アウトです。ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。1対0ドラゴンズが1点をリードしています。2回裏に入ります。さあタイガース、この回は4番から始まります。ボーアが打席に入ります。タイガース1点ビハインドで迎える2回の攻撃です。出塁してチャンスのきっかけを作りたい、そんな場面です。まあそうですね、先頭打者が出塁すれば攻撃のバリエーションが増えますからね。まずはこの先頭バッターを出していきたいところです。次が2球目、スライダー決まってストライク。アウトコース打ちました、ここは打ち上げています。阿部抑えてワンアウト。バッターボックスは5番サンズ、まずはワンアウトを取っています。アウトコース決まってストライク。これは内へ外れます。
さあ3球目は何か。打ちました。セカンド取る。アウト、ツーアウト。バッターボックスには6番大山。昨日のゲームではホームランを含む4安打を記録しています。前の試合は調子が良かったですよね。そうですね。さあここも期待がかかります。ツーアウトランナーありません。初球は際どいところに来ました。ストライクです。2球目は何で来るか。際どかったですよね。膝元変化球がわずかに外れています。インコース決めてきた。ワンボールツーストライクです。見逃して三振です。スリーアウト、チェンジ。反撃したいタイガースでしたが、ここは三者凡退に終わっています。2回終わって1対0、1点リードはドラゴンズです。里崎さん、立ち上がりに攻められてしまいました。今日は本調子ではなさそうに見えますが、いかがでしょうか。まあただベンチとしては最低5回までは投げてほしいと思ってるでしょうね。そうですよね。スライダーできました。あっという間に2ストライクです。緩いボールを持ってきました。インコース詰まりました。ここはフライになっています。取ってワンアウトです。こちらが先ほどの配球になります。初球ストライク。これが2球目。インサイド落ちました。これはセンターに抜けました。これでマルチヒット。ワンアウトランナー1塁となりました。4番バッター、ビシエド。先ほどの打席はライトフライに倒れています。前の打席インサイド落ちました。北条が掴んで2アウト。打順は5番高橋。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。2アウトになっています。ここはバッターが甘い球を待ってますから、しっかりコントロールしないといけませんよね。なるほど。さあ何を選択してくるか。いいストレートですよね。外のストレート、空振り。力のあるボールでした。ワンボールツーストライクです。高めのボール打ちました。ライトへ打球伸びる。サンズが抑えてスリーアウト、チェンジです。ランナー出ましたが、ドラゴンズ得点には至りませんでした。1対0、ドラゴンズが1点をリードしています。3回の裏、
赤星さん、今日のボールなんですが相当切れてるんじゃないですかね。そうなんですよね。バッターからするとまっすぐを待って打ちに行っていると思うんですが、でも分かってても空振りをするということはスピードよりもかなり速く感じてると思うんですよ。なるほど、本当にいいボール行っているようです。打ちました。わずかに左に切れました。ファールボール、空振りになります。ワンボールツーストライクと追い込みました。さあ勝負してくるのか。打ちました。これはセカンドライナー。8番バッターはキャッチャー梅野。ここのところ当たりが出ていません。大野、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球ボール、さあ2球目は何か。ちょっと手が出ないところですよね。インローへキレのある変化球が決まっています。次が3球目、高めに持ってきました。ワンボールツーストライク。さあ勝負してくるのか。変化球空振り、ツーアウトになっています。次はピッチャーの打順ですが、先発の西が打席に入ります。まあ当然ですけど、出塁しようという意識で打席に入ってほしいですよね。そうですね。微妙なところを攻めてきます。ストライクです。バッターから遠いところ空振りになります。ノーボールツーストライクです。さあ外してくるのか。ボールになります。打ちました。これはどうか、センターへ抜ける。ランナー出ました、タイガースです。ツーアウトランナー一塁。打順はトップに帰って木浪。先ほどの打席はライトフライに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。打ちました。ファウルになります。ワンボールワンストライクです。いや、あれを打ちに行くのは難しいでしょうね。はい、外のストレートがストライク。ワンボールツーストライクです。見逃し三振、スリーアウトチェンジ。ランナー出ましたがタイガース得点はありませんでした。3回終わって1対0、ドラゴンズが1点をリードしています。打順は6番阿部。前の打席はカーブを狙い打ちされたんでね、ここは気をつけたいですよね。なるほど。さあバッテリーとしてはそこをうまく逆手に取っていきたいところ。アウトコース見送ってストライクです。次が2球目、引っ張った、レフト前ヒットになります。これでマルチヒット、ノーアウトランナー一塁です。ここはうまく引っ張られてしまいました。まあこれはいいバッティングされましたね。7番バッター京田。先ほどの打席は俊足を見せつけての内野安打でした。ヒットでランナーを一塁に送ります。西、一塁へ送ります。アウト、ワンアウト、送りバント成功です。ワンアウトランナー二塁となりました。
バッターボックスの加藤、今シーズン得点圏での打率は4割4分1厘となっています。この打球はファウルグラウンドへ、切りました。ファウルボール、内へ、これは決まった。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあどのように料理していくか。さあ勝負してくるのか。このピンチ見逃しで三振を奪いました。まあここはツーアウトになったんで、だいぶやりやすくなったんじゃないでしょうか。はい、三振でツーアウトとなっています。ランナー二塁はそのままです。まずは変化球、チェンジアップには反応しません。ボールです。外低め決まってストライク、ワンボールツーストライクと追い込んでいます。4球目は何で来るか。この球は、外れました。ライトへ、このフライはどうだ、落ちるか、掴んでスリーアウト。追加点は奪えませんでした。ランナー出ましたが、ドラゴンズ得点には至りませんでした。1対0、ドラゴンズが1点をリードしています。タイガース4回裏の攻撃になります。2番バッター近本、先ほどの打席はサードゴロに倒れています。タイガース1点ビハインドで迎える4回の攻撃です。さあ赤星さん、まずは出塁してチャンスを作っていきたいところですよね。そうですね、まあ1点差ですから、この辺りで追いついておきたいところですよね。そうですね。3球目は何で来るか。空振り、ワンボールツーストライク。これが4球目、これはバット出ず三振です。ワンアウトです。バッターボックスは3番中谷、先ほどの打席はレフトフライに倒れています。前の打席はいい当たりの外野フライでしたよね。タイミング合ってるんで、今度はやってくれるんじゃないでしょうか。期待しましょう。大野、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。2球目打ちました。この打球は落ちるか、どうだ。大島よく間に合いました。ファインプレー。ここはファインプレーに阻まれてしまいました。里崎さん、今のプレーいかがですか。このプレーは大きいですよね。ご覧いただきましょう。このスライディングキャッチ、ファインプレーに阻まれました。いやー、これはいいプレーでしたよね。バッターボックスは4番ボーア、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ツーアウトになっています。痛烈、これはどう、センターに抜ける。これで7試合連続安打。2アウトランナー1塁、うまく持っていきました。非常に速い打球でした。しっかり捉えてますし、いいバッティングでしたね。バッターボックスには5番サウンズ、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ヒットでランナーを1塁に置いて、引っ張った、サード取った、1塁へ、1塁アウト、3アウトです。ランナー出ましたが、タイガース得点には至りませんでした。4回終わって1対0、ドラゴンズが1点をリードしています。5回の表、里崎さん、ここは我慢のピッチングが続いていますが、粘ってほしいですよね。まあそうですね、ただベンチではそろそろ交代っていう考えもあるんじゃないですかね。そうかもしれませんね。打ちました、これはセカンドライナー。
2番バッター根尾、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。まずはワンアウトを取っています。今日の先発ピッチャーはタイガースが西、そしてドラゴンズが大野、この2人の投げ合いとなっています。横への変化球が決まります。ノーボールツーストライク。アウトコース外れました。アウトコース打ちました。ショート弾く、ボールを拾って、これでマルチヒット、ワンアウトランナー一塁です。これが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。バッターボックス石川、今日はここまでマルチ安打を記録しています。もう打たせてはいけませんよね。これ以上バッターを乗せる。高めのボール、打球はセンターへ。ここはセンターが抑えています。ツーアウトです。バッターボックスビシエド、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ツーアウトになっています。最初は変化球できました。得意のボールでストライクを取りました。ボールになります。牽制セーフ。これが3球目。ストライクを取って、これで追い込んだ。ボールになります。さあ、決め球を思い切って投げ込みたいですね。なるほど。さあ、キャッチャーどこに構えるか。打ちました。ショート取った。一塁送球、一塁アウトで3アウトチェンジです。ランナー出ましたが、ドラゴンズ得点には至りませんでした。1対0、1点リードはドラゴンズです。赤星さん、バッターも一巡してますんで、そろそろボールに目が慣れてくる頃なんじゃないでしょうかね。今日のストレートの走り具合や変化球のキレも分かってきたと思いますから、ここからですよね。そうですね。バッターの奮起に期待したいところです。このカウントは甘い球だけでなく、少しゾーン引っ張った。高橋が抑えています。ワンアウト。バッターボックスは7番北条。先ほどの打席はセカンドライナーに倒れています。さっきは飛んだ方向が悪かったですが、いい当たりでしたよね。調子は悪くないはずなんで、思い切っていってほしいですよね。はい、期待しましょう。大野、まずは先頭バッターを打ち取っています。インコース決まった。あっという間に2ストライクです。インサイド落ちました。これはどうか。セカンドの右抜ける。これで3試合連続安打。ワンアウトランナー一塁となりました。ここは綺麗に流していきました。逆らわずにね、ナイスバッティングだったと思いますね。打席には8番バッター梅野。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。前の打席はタイミングが取れてない感じでしたよね。今度はやり返さないといけませんよね。そうですね。タイガース同点のランナーが出ています。インサイド決まっています。
ここは中途半端なバッティングでゲッツ。インサイド落ちました。破りました。センター前。タイガースチャンスになりました。ワンアウトランナー二塁一塁。厳しいコースだったんですがうまく打ち返しました。いやナイスバッティングですね。うまくバットが出てましたよね。さあバッターボックスには先発の西が入っています。代打で点を取りに行きたいところではありますよね。そうですね。送ってきた。左方向へ転がした。ピッチャーが抑えた。一塁アウト。送りバント成功。ツーアウトランナー三塁二塁。初球ボール。赤星さん、バッターの木浪、左ピッチャーセンターへ、いいところに上がっている。掴んで、スリーアウト。逆転のピンチをしのぎました。さあ、先ほどのシーン、リプレイでご覧いただきましょう。タイガース、2者残塁です。ため息に包まれた甲子園球場。5回終わって、1対0。1点リードはドラゴンズです。ここまでのハイライトです。まずは1回の表、先制のピンチ。3番バッター石川、甘い球をきっちり弾き返しました。タイガース先制点を奪われます。5回の裏、チャンスの場面。しかし打ち上げてしまいました。逆転とはなりません。配球表をご覧いただいています。今日は変化球の割合が多くなっています。ストレートはあまり使っていません。お待たせいたしました。甲子園球場からお送りしていますゲームは6回の表に入ります。ドラゴンズの攻撃。5番バッター高橋、先ほどの打席はライトフライに倒れています。先ほどアウト。初球打ち、これはどうか。センターに抜けました。これで6試合連続安打。ノーアウトランナー1塁です。ここは初球を狙われた形になりました。バッターボックスには6番阿部。今日はここまでマルチ安打を記録しています。もう打たせてはいけませんよね。これ以上バットを乗せるわけにはいきませんからね。もう投げるところがないといった感じでしょうね。ヒットでランナーを一塁に置いています。ここはゴロを打たせてゲッツーを取りたいですね。なるほど。さあそういった配球で攻めてくるのか。インコース決めてきた。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。さあ勝負してくるのか。インコース外れています。打ちました。北条二塁へ。セカンドホースアウト。一塁送球アウト。ダブルプレー。バッターボックス強打。ドラゴンズダブルプレーでランナーなくなりました。最初は変化球できました。インコース決まった。ストライクになります。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。さあ勝負してくるのか。
見逃して三振になります。スリーアウトチェンジ。この回ドラゴンズ結局3人で攻撃を終えています。1対0、ドラゴンズが1点をリードしています。配球表をご覧いただいています。今日はストレート変化球ともにバランスよく投げています。6回の裏、追いかけるタイガースの攻撃。バッターボックスは2番近本。先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。初球打ち、センターへ打球伸びる、センター掴んでワンアウト。バッターは3番中谷。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。まずはワンアウトを取っています。低めインコース、ノーボールツーストライクです。さあ3球目は何か。三振です。ツーアウトになりました。バッターは4番ボーア。前の打席はジャストミートでしたよね、はい、今日はバットが振れてるようですから、どんどん行ってほしいですね、はい、思い切りのいいバッティングを期待しましょう。ツーアウトランナーありません。バッター弾き返した打球はライトへ。最後はライトフライ、掴んで3アウトです。反撃したいタイガースでしたが、ここは三者凡退に終わっています。6回終了1対0、ドラゴンズが1点をリードしています。これから7回、ドラゴンズは代打を送ります。バッターボックスには代打のアルモンテ。タイガース1点ビハインドで迎える7回です。試合は終盤1点の攻防となりました。まあここは我慢のしどころですよね。最少失点で逆転を狙っていきたいですね。うん、この後も集中力が必要です。インサイド変化球決まっています。低め外れました。打ちました。木浪アウト、ワンアウトです。ピッチャーに打順が回って先発の大野がバッターボックスに入ります。まだ失点してないですし、完封を狙うのかもしれませんね。そうですね。初球はボールになりました。外の低めです。次が3球目。ストライクになります。ワンボールツーストライクです。さあ勝負してくるのか。ファウルになります。見逃して三振です。打順は1番に帰ります。バッター大島、今日はまだ当たりがありません。前の打席は打ち取りましたけど、タイミングは合ってますからね、ここは慎重にいった方がいいでしょうね。なるほど、そうですね。ツーアウトランナーありません。インコース決めてきた。ノーボールツーストライク。
インサイド打ち上げました。打球はライトへ。サンズが掴んで3アウトです。この回ドラゴンズ3人で攻撃を終えています。1対0、1点リードはドラゴンズです。さあそしてここからはラッキーセブン、タイガースの攻撃に入ります。7回の裏、ドラゴンズに選手の交代がありました。赤星さん、1点が遠い展開が続いていますが、この回バッターとしてはどんな対策が必要でしょうかね。そうですね、まずは狙い球を絞ってボール球には手を出さず強引に行かないようにしたいですよね。はい、そういった思い各バッター持っているとは思いますがどうでしょうか。ファウルになります。ツーストライクです。内へのボール外れました。ボールになります。今のは手が出てもおかしくないボールでしたけどよく見極めましたよね。はい、変化球わずかに外れてボール。3ボール2ストライクとフルカウントとなりました。またファウル。次が7球目。見逃し三振、ワンアウトです。6番バッター大山、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。大野、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。ヒットになった。これで3試合連続安打、ワンアウトランナー一塁です。ここはうまく打ち返していきました。いや本当にうまく反応しましたよね。さあここでタイガースダイソーを送ります。ファーストランナーは上田、長打でランナーが帰れば同点です。さあこの終盤で同点のランナーを一塁に置いています。バッターは北条。とにかく1点を取るために送りバントでチャンスに持っていくのもありですよね。なるほど、そうですか。うちのボール打った、いいところに上がった、センターフライ抑えてアウト。中継にボールが送られる。ツーアウトランナー一塁と変わります。さあこの終盤一塁には同点のランナーです。バッターボックスには梅野、そして一塁ランナーは上田。ここは盗塁を狙っていってほしいですね。ええ、どう動いてくるでしょうか。ランナー走りませんね。ええ。左に切れてファウル。センターへ、この打球は落ちるか、どうだ、ワンバウンドヒットになった、センター前ヒット、これでマルチヒット。リプレイでご覧いただきましょう。しっかり捉えてますし、いいバッティングでしたね。バッターボックスには代打のマルテ。さあ面白い場面となりました。赤星さん、この一打同点の場面でカードを切ってきました。そうですね、まあここは確実に点が欲しい場面ですから、この起用に応えてほしいですよね。なるほど。さあファンの期待を背負って打席に立ちます。レフトへ。さあ面白い当たりになった、掴んで3アウト。同点は許しませんでした。これが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。タイガース2者残塁です。ため息に包まれた甲子園球場。7回終わって1対0、ドラゴンズが1点をリードしています。これから8回ドラゴンズの攻撃です。一方タイガースはピッチャーが変わります。背番号14、能見がマウンドに上がります。きっちりと抑えていきたい場面での投入です。
さあマウンドを任されたのは能見、今シーズン22試合目の登板です。さあ里崎さん、終盤ここで変えてきました。まあゼロで抑えていけばまだ反撃のチャンスもありますから、しっかりと締めていきたい場面ですよね。そうですね。さあしっかり抑えていきたい。高めに決まりました。いいコースでしたけどね。はい、変化球わずかに外れてボール。打ちました。ライン際に打球が飛んでいる。わずかに右に切りました。ファールボール。引っ張った。これはどうだ。ファーストの横抜けました。これで3安打猛打賞。ノーアウトランナー1塁です。厳しいコースだったんですが、うまく打ち返されてしまいました。いやーコースは良かったんですけどね。さあここでドラゴンズダイソーを送ります。高松がファーストランナーに入ります。バッターは守備交代から起用されている郡司。前回のゲームでは無安打に終わっています。ヒットでランナーを一塁に置いています。バントしました。これはファウル。いいボールでしたね。あれをバントするのは難しいですよね。はい、そうですよね。ここはゲッツーを取りたい場面ですよね。うん、そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。送球がいいキャッチャーなんでランナーは慎重になってると思いますね。なるほど、そうですね。送りバント失敗。打席には4番バッタービシエド。今日はまだ当たりがありません。ランナーをファーストランナースタート。キャッチャー送球してセーフ。盗塁成功。この場面で盗塁を決められてしまいました。まあ走ってくるのは分かってたはずなんで、もう少し工夫してもらいたかったですね。痛いですよね。ここは得点圏に進めたくなかったですよね。やはり走力というのは大きな戦力ということですね。まあそうですよね。そういった機動力を重視したチームがね、増えている印象はありますよね。うん、そうですね。さあここをしのいでいけるか。バッターのビシエド、今シーズンの得点圏打率は2割9分8厘となっています。ストレート打った。抜けた。セカンドランナー帰れば追加点。バックホームする。センター前ヒット。ビシエド今日の初ヒットがここで出ました。これで一塁三塁とされています。ここからどう動いてくるでしょうか。ここは取られたくないですね。さあこの場面でバッターボックスには5番の高橋が入っています。まあスクイズの可能性もある場面ですけど、ストライク取ってきましたね。里崎さん、この場面スクイズはありますか。まあこのバッターでスクイズはないと思いますけど、万が一はありますからね。なるほど。さあどう来るか。ここは三振を取りたいですよね。うちのボール打った。さあ面白い当たりになっている。落ちた。ヒットになる。サードランナーホームイン。バッターランナーは二塁到達。ドラゴンズ追加点。2対0になりました。
タイガース。さらに三塁二塁のピンチが続きます。抑えたかったんですが、ここでタイムリーを打たれてしまいました。点差が広がります。まあ踏ん張っておきたい場面だったんですけどね。終盤で大きな追加点を奪われました。バッターボックスは6番阿部。タイガースこの回1点を失っています。さあ2点を離され、なおも得点圏にランナーを背負います。相手打線が勢いづいてきてるんで、これ以上乗せないように食い止めないといけませんね。そうですね、ここで切っておきたい。ストレート打った、ショートが抑えた、一塁アウト。ランナー三塁二塁はそのままです。さあそして打席には強打が入ります。さあツーアウトながら、まだピンチは出していません。まあここをしのげればまだまだ分からないと思いますよね。なるほど、そうですよね。低めストライクになります。ここはあっという間に追い込んでいます。さあ外してくるのか。低め見ました、ボールです。いい当たり、難しいバウンド、セカンドうまく取って、一塁アウト。これでスリーアウト。しかしこの回ドラゴンズ1点を追加しています。2対0、ドラゴンズのリード広がっています。8回の裏に入りました。タイガース打順よく1番から始まります。木浪がバッターボックスに入ります。先ほどの打席は逆転の初球打ち、ライン際へ打ち上げています。ビシエド抑えてワンアウト。バッターボックス近本、今日はまだ当たりがありません。さっきは取られはしましたけど、あわやという大きな当たりでしたよね。バットは触れてると思うんで期待したいですよね。期待しましょう。大野まずは先頭バッターを打ち取っています。2球目は何で来るか。2球目打ちました。このフライはどうだ、落ちるか、掴んで2アウトです。打順は3番中谷、今日はまだ当たりがありません。先ほどはバッテリーにしてやられた感じでしたよね。ここは狙い球を絞っていった方がいいかもしれませんね。そうですね。2アウトになっています。この回のタイガース打線ですが、たった3球で2アウトになっています。ちょっと簡単に打ち取られすぎてますかね。はい、そうですよね。アウトコース決まってストライク。打ちました。セカンドが取る。一塁アウト、スリーアウトです。反撃したいタイガースでしたが、ここは三者凡退に終わっています。8回終わって2対0、ドラゴンズがリードしています。これから9回ドラゴンズの攻撃です。そしてタイガースはピッチャーが変わります。モリアがマウンド上に上がっています。きっちりと抑えていきたい場面での投入です。これが1球目、際どいコースに送ってストライク。コーナーを攻めます。あっという間に2ストライクです。引っ張った、ライトへ打球伸びる、ライトが取りました。ワンアウトです。次はピッチャーの打順ですが、先発の大野がバッターボックスです。ここまで完封ペースの好投ですから、代打はないですね。そうですね。これが2球目、変化球がインコースに決まります。ノーボール2ストライクです。落ちる球、
ですね。決まったかと思いましたよね。はい、低めわずかに外れてボール。見逃し三振。打順はトップに帰って大島。今日はまだ当たりがありません。ツーアウトランナーありません。最初は変化球できました。胸元へ持ってきました。ストライクです。ノーボールツーストライク。3球目打ちました。この当たりはどうか。サンズが抑えてスリーアウトチェンジです。この回ドラゴンズ三者凡退です。2対0、ドラゴンズがリードしています。9回の裏、ドラゴンズが守りを固めます。ライト高松に代わりまして2番に。9回の裏、ここでタイガース代打を送ります。バッターは糸原。さあ赤星さん、ベンチはここで代打を選択してきました。まあそうですね、ここは得点のきっかけが欲しい場面ですから、そういう役割を期待しての起用でしょうね。そうですね、この起用に応えたい。これが初球。引っ張った。これはどうか。取った。ベンチの期待に応えました。ノーアウトランナー一塁です。バッターボックスは5番サンズ。今日はまだ当たりがありません。さっきの三振はちょっと正気。ショートの横抜けた。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。これで3試合連続安打。ノーアウトランナー三塁二塁。さあそしてバッターボックスには上田が入っています。さあ一打同点のチャンス。もう後がありませんから、何が何でも追いつかないといけませんね。なるほど、そうですね。際どいコースですが外れました。ワンボールです。アウトコースストライク。緩いボール、しっかりと見極めました。外の低め、見極めます。これで3ボール。さあ5球目は何か。バントに自信があればあえてこのカウントからのスクイズもありですよね。なるほど、さあ何を選択してくるか。さあ6球目は何か。外れてフォアボール。さあこれでファーストランナー変えればサヨナラ。逆転サヨナラへ、ノーアウト満塁の大チャンスです。よく選びましたよね。チャンスが広がりましたね。改めてお聞きしますが、バッターの北条、どういうバッティングをしてくるバッターなんでしょう。そうですね、まあランナーがいると打ち方が変わる場合もありますけど、基本的にはフルスイングで長打を狙っていくバッターですよね。そうですか。緩いボール、しっかりと見極めました。インサイド打った。抜けた。センター前に抜けます。ホームに送球する。サードランナーがホームに帰ってきました。タイガース1点返しました。2対1になりました。さらに満塁のチャンスが続きます。ご覧いただきましょう。ここで見事なタイムリー、点差を縮めます。まあここで一気に同点まで行きたいですよね。ここで得点が入りました。ドラゴンズここでピッチャーが変わります。一打サヨナラの場面でマウンドに上がったのは藤島。
さあここでタイガース代走を送ります。サードランナーは高山、犠牲フライでもランナーが帰れば同点です。さあそして打席には梅野が入ります。さあチャンスが続き満塁の場面。お膳立てはできてますから、あとは決めるだけですね。なるほど、そうですよね。赤星さん、この場面スクイズはどうでしょう。犠牲フライで OK の場面ではありますけど、スクイズという手もありますよね。なるほど、さあどう来るか。ツーストライクになったんで、普通はもうスクイズはないですよね。なるほど、さあ何を選択してくるか。見逃しましたが三振、タイムリーなりませんでした。満塁は変わりません。ワンアウトにはなりましたが、それでもサヨナラのチャンスは続きます。まあ予想以上にキレのあるカーブだったんでしょうね。さあそしてバッターボックスにはマルテが入っています。勝負どころでいいバッターに回ってきましたね。さあワンアウトになりましたが、なおもチャンスは続き満塁としています。今度こそ決めたいですね。なるほど、そうですね。赤星さん、犠牲フライの打ち方。外の球打った、ショートの右、取った、そのまま入って二塁アウト、アウト、これで3アウト、試合終了です。一打逆転のチャンスでしたが、ものにできませんでした。タイガース痛い敗戦となってしまいました。とても緊張感のある引き締まった内容となりました。あと一歩と残念ではありましたが、いい試合だったのではないでしょうか。明日以降巻き返しに期待したいと思います。勝ったドラゴンズ、接戦をものにしました。一方のタイガースですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはタイガース敗れてしまいました。今日の解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで甲子園球場から失礼いたします。
ューススキリッツ2019-2020年シーズン分、ご視聴ありがとう。よければ下のアイコンからチャンネル登録お願いします。あと動画配信は火曜日から日曜日午前6時30分から配信しています。ご視聴お疲れ様でした。